2023年5月9日火曜日です。今日はホテルシームはポップアップショップで販売中の観葉植物に使われている肥料について紹介します。微粉ハイポネックスです。アメリカで開発された植物の生育に必要な栄養分をバランスよく含み、水に溶けて素早く効く速攻性の肥料です。窒素は葉を育て、リン酸は花や実を育て、カリは根や茎を育てます。この微粉ハイポネックスはカリ成分がとても多いのが特徴です。花や葉の色が冴えない、徒長気味で弱々しい、植え付け植え替えの後花が小さい、花が次々と咲かない、室内で日光が不足している、寒さで弱っている、生育が遅い、株を丈夫に育てたい、暑さでバテ気味、こんな時とても効果的です。観葉植物は1000倍から2000倍、サボテンや多肉植物は2000倍から4000倍にして表示より多く希釈することをおすすめします。季節による管理の仕方や葉水の方法については次の動画から順に紹介していきます。